よいしょ。はい、こんにちは、キサです。今日は、はい、じゃあお前、早いよ。よしよし。今日はね、急にね、甘いものが食べたくなってスーパーにね、今行ってきたんだけど、なんかね、知ってるこれ、ロールちゃん。これね、俺すげえ懐かしいなと思って、これね、前食ったことあるんだよな、ロールちゃん。これがね、90円だったの。だからこれがね、ロールちゃんのチョコ味で、こっちがロールちゃんのプリン味で、これがロールちゃんのホイップクリーム。うまそうでしょ。で、あとはね、幸せ届けるクリームパン、ダン。これね、俺超おすすめのパンなの。なんかね、すごいうまいのよ。で、これ、これはね、食べたことない、いちご&ホイップ。まあ絶対うまいだろうなと思って買ってきた。で、これ、大福みたいなホイップアンパン。これね、見つけたら食べた方がいいよ。これはね、パンがすごいもちもちなのよ。本当ね、大福をイメージして作ってるから、すげえもちもちでね、超うまい。で、ただのサンドイッチ、たっぷりハムと卵のサンド、うまそうでしょ。まあ今日はね、これを食べようかなって思います。いただきます。はぁ、腹減ったな。なんかすげえ腹減った。これがね、今日の朝食みたいなもんなの。今日すっごいお腹空いて朝起きれるのよ、最近。もう夜はね、寝るのがめちゃくちゃ早いから、めちゃくちゃ早いっつっても、最近はね、12時にはね、もう布団に入ってるような感じで、朝は7時、まあ寝るのが多分1時とかだったから、まあ7時とか8時とかに起きるんだけど、寝る前ってあんまり俺食べないの、寝る前の夜って。なんか3時間ぐらいは空けたいのよ、寝るまで、寝る逆算した3時間前までは何も食べない状態を作りたくて。なんかお腹になんかあるとね、あんまり寝れないっていうか、寝つきが悪いっていうか、なんかちょっとお腹すいたなぐらいで寝ると、なんか俺スッと寝れるのよ。だから寝る3時間前までは何も食べないんだけど、そうするとね、朝めちゃくちゃお腹すくのよ。で、お腹すいたっつってスーパー行って、ロールちゃんが90円だったから、ロールちゃん買ってきたってことで、ロールちゃん食べようと思います。俺ね、このね、ロールちゃんのね、プリンクリームっていうのは俺初めてな、だからこれから食べようと思います。ロールちゃん1本500キロカロリーあんだ、これ怖っ、やばいね、500キロカロリーで1本。でもロールちゃんってね、みんな食べたことあるかわかんないんだけど、あ、しかもプリン味ってちょっとね、縞模様みたいになってんだ。縞模様ちょっとドットっていうの、なんか、なんだろう、キリンみたいなまあいただいていこうと思います。中身はこんな感じ、わかんないか。うん、うまこれ。うん、うまこれ。うん、もうね、口に入れた瞬間から、なんだろうな、カラメルの味がね、めっちゃ強い。しかも甘いカラメルだから、あのね、プッチンプリンみたいなイメージ、プッチンプリンみたいな感じ。うん、うん、これうまいと思う。はい、完食でーす。まあ、ただのロールケーキがさ、
食べやすくなっただけなんだけど、うまい。そしたらこれ、幸せ届けるクリームパン1個315キロカロリー。あのね、これ前もね動画でやったことあるかな、すっげーうまいの。何がうまいかってクリームの量が半端ないのよ。見てこれ、クリームの量がマジで半端ないの。ねえ、パンがねすごい、もうこれもふかふかなのよ。うん、このカスタードがものすごく濃厚だからほんと濃いよね。だからこれはマジでうまい。うん、うまっ。はい、完食です。なんだろうな、パンを感じさせない、クリームを食ってるだけみたいな感じのクリームパンなの。だからこれ好きなの。皆さんも食べてみてください。これマジでスーパーかね、ファミマでも見たことあるな。これのねチョコレートバージョンもあるんだよ、チョコクリームパンみたいな。それの方が俺は好き。ただね最近見ないんだよね、めちゃくちゃうまいんで。じゃあこれダーン、ホイップ大福、大福みたいなホイップアンパン。これね俺前動画で出したことあると思う。348キロカロリー。あのねパンがねもちもちなので、中にねホイップクリームとあんこが入ってるんだけど、見た目はねこんなんで、中はこんな。これがマジでうまいな。うん、ほんとにうまい。これだったら何個でも食える。うん、やっぱうまいねこれね。うん、これはうまい。はい、完食。ここでロールちゃんの普通のやついってるかな。ダン、ロールちゃんのホイップクリーム味481キロカロリー。これも500キロ近いねカロリーも。ロールちゃんってものすごいエネルギー持ってんだね。これで500キロカロリーあるからね、全部すごいよ。ロールちゃんのねホイップクリーム、見た目わやべわやべダン、中はねただホイップクリームが入ってるだけ。うん、うん、うまい。なんかショートケーキ食ってるみたいな感じ、これ。ほんとこの周りのスポンジとホイップクリームでほんとショートケーキ食ってるかのような感じ。うん、これはうまいよ、食った方がいいよ。はい、完食です。いちごホイップ&いちごジャムパン、これがね294キロカロリー。まあこれは多分ね普通のジャムパンみたいな、ジャムホイップジャムパンみたいな、なんていうのわかんねえ。うん、クリーム多
びっくりした、クリームめっちゃ多いこれ。うん、パンはね、普通のパン、美味しいけど、うん、ジャムがうまいって感じ。うん、はい、完食です。はい、ここでサンドイッチね、ちょっとね、甘い甘い、あ、これコーヒーね、甘っ。結構パンとかは5個6個がもう限界だね、これ甘い甘いのは。しょっぱいの挟めばね、もうちょっと食べれそうなんだけど、まあ5、6個がちょうどいいというか、まあいいぐらいだね。ハムサンド、ハム卵、うん、まあまあ普通。うん、うん、これただのハム、ハム卵、うん、うん、はい、サンドイッチ完食。やべ、最後にロールちゃん残しちゃった。ロールちゃんなかなかヘビーなんだよな、ロールちゃんのね、チョコレート。これが、あ、でもこれそんなカロリーないわ、463キロカロリー。いて、ロールちゃん落としちゃった。一番プリンのロールちゃんが半端ないの、こんな感じです。ラストロールちゃん、うん、濃い、うん、あのね、このね、スポンジが、この、口のさ、何この上、ここにくっつくのよ、なんか。食べづらい、これ。うん。うん。はい、完食でーす。うまかった。ごちそうさまでした。はあ、ロールちゃんやばい、破壊力。ロールちゃんで一気にやられた。めっちゃうまいけどね。うん、うまかった。まあ、今日はね、朝食に菓子パンをね、まあ、ロールちゃんが安かったんでね、ロールちゃんを3本ね。ロールちゃんだけで1500キロカロリーぐらいあるから、やばいよね。まあ朝からね、ロールちゃんを食べたっていう動画でした。今日もご視聴ありがとうございました。じゃあね。